ございます。武田哲也です。おはようございます。水谷佳奈です。村上春樹という、まあ、日本を代表する作家でありまして、はい、村上さんはもうノーベル賞間違いないみたいな、うん、ノーベル文学賞、はい、これをお取りになった日にわからないなんて言ってると、はい、この方の本は今世界中で訳されているんですけども、もう訳されている国がアジア圏ではもう インドネシアも大丈夫、マレーシア、ね、はい、中国、あ、一箇所だけあります。村上春樹さんの本を、国内で売ってない国が、朝鮮民主主義人民共和国ですね。あそこはやっぱり本の種類が大体決まってるんで、え、でこの方はなかなか謎の人物でしてですね、私ももういっぱい挑戦してるんですが、全部もうつまずきの始めはノルウェーの森。あ、つまずきましたか。もう何か面白いのかさっぱりわからないって。映画にもなりましたしね。そうです、そうです、はい、南西ノルウェーの森はビートルズが流れるわけでしょ、はい、あれ皆さん一曲奥ですよ、あれきっと。ほう、しますよ。ほう、使用権料だけで。そう、奥行っちゃいますよ、はい、本当に本当にそのいわゆるもう日本の分断といいますか、もう皆さん注目で1984か、あれも面白いんでしょ。いや、夢中になって読みましたね。これが感性の違いで私にはさっぱりわからない。しかしいけないと。それでは、はい、これは村上さんの責任ではなくて、理解できないという力のない私に問題があるんだと。それから私が心より尊敬します内田達郎というあの、哲学者もですね、はい、村上春樹はって言いながら何冊も本を出してらっしゃる。あ、そうなんですか。村上春樹本知らない、内田さんの。読んだことないです。あ、はい、それはまた後で紹介しますね。だから私もトライしてるんですよ。で、私の癖でありますが、とりあえず短編とエッセイを読むんです、うん、で人柄に大体冊子をつけといて彼の本業に入っていくという、はあ、そういうことやってんですがね、はい、エッセイと短編、それから彼が訳した、「グレート・ギャツビー」、はい、ちゃんと読んだのはグレート・ギャツビーだけですね。あとは、ちょっとしたアメリカの短編小説家の訳文を読んで、うん、てか「リトル・シスター」かわいい女、うん、あのあれだ、チャンドラーだ、はい、あれの訳、それから読んだ短編は「神の子供は皆踊るか」で、それ知らないな。神の子供は皆踊るなんかは相当引きつけられましたが、はい、腑に落ちないことは事実ですね。腑に落ちない？わからないんだよ。俺東京奇譚集も読んだんだよ、はい、東京奇譚集もなんか怪奇物みたいなやつで、日テレの夏の特番みたいな短編ばっかりで、あの海で死んだサーファーの幽霊がワイキキビーチに出るっていうね、そういうやつを読んだり、それからホモセクシャルの青年に東京の上流階級のご婦人が恋をしたりという、その奇譚ばっかりね、はい、でもね俺覚えてるな、一本だけね、猿は木から落ちるという前話したやつな。ああ、ありましたね。そう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 、はい、関西弁の文体で書かれて、おじさんが慌ててて、おー聞いてくれ、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、おら、えらいもん見たんや、ええか、目の前にな猿が落ちてきよったんや、おらな、その光景見てなんて言うていいかわからん、猿もな俺のをじーっと見て、こういう場合なんて言うのを聞き寄るような目で俺をじーっと見よんねん、せやろ、猿は木から落ちたんや、えらいこっちゃ、俺はまたもう一つえらいもん見たんや、朝散歩しよったらな犬が棒につまずきよったんや、これを何と言うたらいいんや、犬も棒に当たる、これはおめえ言うても信用せんやろというね、これは見事だと思いました。つまり人間は形容詞で使っている言葉が形容詞通りに目の前で起きると、それを形容する言葉がなくなってしまうという、目から鱗って言いますが、本当に目から鱗が落ちたら、そのことは目から鱗とはもう言えなくなるという、はい、カモシカのような足とかって褒めてて、本当にカモシカの足だったら、うわって言うっていう、その形容詞と現実のギャップっていうね、これ見事だと思いましたけど、その他にはちょっとね、やっぱり努力は続けております。大江健三郎さんはまたね、学生の頃読んでてもう大きくつまずいた作家さんの一人だったんですけど、で買いましたのは村上春樹インタビュー集、1997年から2009年まで彼が世界から集まったインタビュアーに彼が答えてるんです。それを一冊にまとめたというね、はい、
私がテキストとしましたのは、夢見るために毎朝僕は目覚めるのですという非常に長いインタビュー集であります。とにかく村上とは何者なのだろう、この人物が気になって、ならず、エッセイを読むつもりで、インタビュー集を買い求めた、はい、村上さんのこの気になる言葉を私が書いているんですが、どういう人なんだろうなって。よし、明日からちょっと長期にわたりますが、はい、村上春樹研究しましょう。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香菜です。僕は村上春樹さんの、とにかく彼が書いたオリジナル作品に関してはちょっと意味がわからない。1984も途中ですぐ挫折したのかな、女殺し屋を読んでるうちに。おう、全然ね、彼の文章を読んでもね、映像が頭の中に浮かんでこないんですよ。龍馬がよく読んだ時違うんだよ。龍馬がよく読んだ時はね、もう玄関開けて龍馬が来たのよ。わしが南海の坂本龍馬じゃってドンと座り込んで、彼がまるで語るがごとく、文中語るがごとく私に幕末の状況を教えてくれたんですな。坂の上の雲もとつとつと正岡子規が明治の訓風、俺たちは風であったと語り始めるという、ところが1984分かんない。誰の声聞いていいのかよく分かんないし、いや私1984読んで、青豆みたいになりたいって、その女殺し屋のね、青豆みたいになりたいって思ってちょっと鍛えたりとかしましたから、そういう影響はありました。いや全然浮かばないよ、青鬼では。ただしだよ、ただしだよ、かなさん、はいはい、なんだかんだ言いながら俺もはっきり言って村上春樹の真似してます。真似？うん、去年ジム通い、はい、いつもね、12月の一番最終週にジムに行って月ごと何回来たかっていうのを統計出してもらう、はい、俺ね去年ね89回ですよ、ジムに行った日が。相当行ってらっしゃいますね。ほんでね、俺走った距離ね90キロなの、俺、あ900、ごめんなさい、900キロ、900キロ、去年ね900キロ走ってんの。よく走りましたね。ああでね、俺両手で持ち上げたバーベルがね89トンなんだ89×40 でその数だけ腹筋やってんのよ。なんでそんなになっちゃったかっつったら、俺は村上春樹さんのマラソンの本読んだからなんだよ。走る方なんですよね村上春樹さんね。この人の1日10キロ、え違うよな、1日10キロ、1日10キロを1週間1日も休まないんだよな、はい、だから週で、70キロ走って、月で320キロ走るんだ。ね、大体その計算だから、はい、年間で3000キロを超えるわけだよね。彼は超えますね。7、28、200、280キロ、300キロでしょ、まあ、300キロとして300キロでしょ、12だから、うん、そうですね、月で300キロで年間だから、これはもう3000キロを超えて、彼はサッカーをやりながら、うん、日本列島、北海道から鹿児島まで走ってる。彼が言ってることの中で、サッカーというのは非常にこう危険な状態に陥るんだと。空想で魔に接近していく。例えば、サッカーであるならば悪魔の言葉も考えなきゃいけない。でも、どんな悪に接近していっても、体力さえあれば、想像した悪から逃げることができるっていう。それで哲也さんも走ったんですか。そう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 。さあ皆さんもどんなことを言ってるのかね、私が気になったところですから、はい、皆さん方の村上春樹に傾倒する思いとは違うかもしれませんが、私がぎくりとした言葉、村上春樹氏の言です。今世界の人がどうしてこんなに苦しむかというと、自己表現をしなくてはいけないという脅迫観念があるからですよ。だからみんな苦しいんです。自己表現なんて簡単にできやしないですよ。それは砂漠で塩水を飲むようなもんなんです。飲めば飲むほど喉が渇きます。にもかかわらず日本というか世界文明というのは、自己表現が人間存在にとって不可欠であるということを押し付けているわけですよ、うん、これはねやっぱちょっとハッとしたね。自分を表現するなんていうのは砂漠で塩水を飲むようなもんなんですよ。飲めば飲むほど喉が渇きますっていう、うん、なるほどねえ、はい、自己表現というのは苦しいことなんだっていう、つまり
事故なんか表現しない人の方が人間らしく生きられますよっていう、うん、そらそうかもしれないなという村上さんのこの発言は明らかに世界全体に揺さぶりをかけていますよね。この揺さぶられる読者たちというのが全世界に散らばっているのではないだろうか。時間ギリギリでありますが、もう一つ言ってみましょうね。自らを知りなさい。自分のアイデンティティを確立しなさい。他者との違い、差異を認識しなさい。そして自分のことを正確に、体系的に、客観的に表現しなさい。これは僕はね、呪いだと思います。呪い。うん。自分のことを正確に知らなければならないということは、実は呪いなんだっていう。そして村上さんが続けておっしゃってる言葉は、一貫した事故なんかないんです。これは衝撃的な言葉でね。はい。考え込みますね。なんかおっしゃってることはこう、あちらの方のような発言をされるんですね。そうだよね。よく散歩の途中ですれ違うおばあちゃんで、必ず挨拶してくれるおばあちゃんが、お元気ですねって声をかけると、なんだか死んでんのか生きてんのか分かりやすいんだよ。はい、先生、行ってらっしゃいっていう。俺はその、宮の坂のばあちゃんの顔が、ふっとこの村上春樹という人の発言に、浮かんだんですが、はい、時間いっぱいになってしまいます。はい、この次また明日のまな板の上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香奈です。村上春樹という今全世界が注目する作家をまな板の上に載せております。とても三枚におろせるような存在ではございませんが、とりあえず置いて、なんとか料理をと。さあ、それでは村上春樹インタビュー集の中から彼の言葉です。自我を表現しようと思っていなくて、僕の自我がもしあれば、それを物語に沈めるんです。僕の自我がそこに沈んだ時に物語がどういう言葉を発するかというのが大事なんですよ。短い言葉ですが、一貫した事故なんてどこにもないですよ。こういう言葉ですね。はあ。カナさん、僕はものすごくこう揺れたのはね、僕の自我を物語に沈めるんですっていう、はい、で僕の自我がその物語にこう沈めた時、物語というものがどういう言葉を持ちうるのか、それが僕にとっては大事なんですっていう、うん、何なんだろうね。彼は自分の自我を流し込むっていうんですね。流し込む小判を作るように、ガラスの器を作るように、そして流し込んで、物語の中に流し込んだ自我がどんな作品になるのかっていうのは、できてからじゃないとわからない。つまり、この人はどうも何かを目指して物語を書いてるんじゃないんですよ。とりあえず自分の感情を物語の鋳型の中に流し込むんですよ。流し込んだ後取り出してみる。それが皿になるか、器になるか、花瓶になるか、誰にもわからないという。なんかもう表現からして文学的すぎて。何うっとりしてんだよ、お前。うっとりしちゃいました、今。本当に。主張がないんですよ。たどり着くための目標を持ってないんです、この人は、きっと。彼の思いというのを、ある物語の中に流し込んで、それがどんな物語となって、どのように役に立つかは、僕は、目指していないって、そう宣言してるんじゃないかなと思うんだ。なんか作家さんの中には、現実の自分を投影させる作家さんもいらっしゃいますよね。そうじゃないと。そう、全然そんなことは何も考えてないという。なんか自分が不安な感情があったら、その不安な感情のまんま、不安を解消するために物語じゃなくて、不安のまま物語にしてしまうっていう。それが果たして不安という器になるか。いや、案外それが希望という物語になるかもしれないという。そこに、彼が世界中の読者からこう注目されるっていう、もう今までの作家とは全く違っているんじゃないかな。はい。ただ、この皆さん、僕の自我が物語に沈んだ時、
物語がどういう言葉を持つか、発するかというのが僕にとっては大事なんですという、この彼の思いというのは皆さん、皆さんも物語が書けるってことですよ。いや、何かを訴えたくてペンを取るんじゃないんです、うん、ペンを取った気分のまま物語を書いていけばいいんです、うん、いやそうは言われても私は書けないですよ。はい、私ちょっとやっぱりこの人影響受けてんだな、はい、走るのと、ちょっと私今小説書いてますんで。お、すごいだろ。 それは何小説ですか。村上春樹。全部言葉も自分を沈めて、そうそう、うわ、自分もう全部村上春樹になりきって書いてる。司馬遼太郎にはなれないんだ、第一漢字知らねえもん。物語に自我を沈めると言うんだったら、俺だって物語に沈めるべき自我はある。ほー、いやそれはみんなあるんじゃないの。うわー、ちょっとそれ私は分かんないな。ああ、そう、いや、だからその辺が多分、哲也さんは、やっぱり物を書いてらっしゃるから、多分、視点が違うんでしょうね。さあ、その次に行きましょうね。僕が生まれたのは1949年です。戦後です。ある人々はこう言います。私たちに責任はない。事件が起きた後に生まれたのだからと。僕の意見は違います。なぜなら、歴史とは集団的な記憶だからです。歴史っていうのは集団的な記憶っていう。これはもう、この番組でも言ったことありましたよね。で、僕が一番問題にしてるのは、かなさん、はい、僕が生まれたのは1949年ですっていうね。え、そこ、うん、1949年、俺と同い年だよ。ああ、同い年でらっしゃる。俺は家族にも言ったね。はい、なぜ村上春樹は今ノーベル文学賞の候補に上がって、俺はなんで朝早くから文化放送に行かなきゃならないんだって。同じ年に生まれたんだぞと、この違いを埋めるためにも俺は彼を研究し尽くし、彼に並ぼうと思う、はい、奥さんの返事は見事でした。もうノーベル賞はいいんじゃない。同じ年に生まれて、この感性の違い、この世界的にその若者を引きつける、この村上春樹っていう、いや、哲也さんだっていろんな人を引きつけてらっしゃるじゃないですか。いやー、いやーじゃなくて、弱いんだろうな、磁力が。そんなことない。亀山社中館長の武田哲也です。坂本龍馬はね、偉大だったんだよ。1949年生まれの私が言います。明日も村上春樹でお会いしましょう。武田哲也、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷香菜です。村上春樹さんを扱っているわけでありますけども、はい、全然わかんないけど、グレートギャツビー、華麗なるギャツビーは翻訳の場合はどうなんですか、村上さんの世界って。やっぱり今までの翻訳本とは全く違うものになる。内田さんは断固としてそれ言うんだよ。内田達郎という僕の尊敬している哲学者は、はい、もう全く違うっていうの。彼のインタビュー集の中から非常に気になった言葉を、武田が独自に、武田のさじで、力量で、つまみ出しておりますけども、まあ、もっといい言葉が本当はあるのかもしれない、うん、なかなか謎の人ですね。いやー、ミステリアスな感じしますね。風の歌を聴けというデビュー作ですね。今ちょうど半分読み返り、ちょっと私もね、この番組のネタ作りとかね、金八先生のセリフ覚えとかいろいろあるもんでね、その上に世界一受けたい授業とかね。忙しいですもんね。ちょっと今読む暇が、走らなくちゃいけないし、 この番組結構あれだよ、ストレスなんだよ。で、走んなきゃいけないでしょ。朝の散歩も行かないとな、あのおばさんが待ってるから。生きてんのか死んでんのか分かるっすね、ここまで来ると。村上さんのインタビュー集、彼が興味を持ったと言いますか、彼を強くこう揺さぶった事件の中では、神戸の震災がありますな、アフターダクエイクという、震災の後でというような短編集もありますし、それからオウム真理教事件、はい、書かれてますね、の相当深く突っ込んで、私もなんかね、はい、ちょっとこの人頭のいい人だから、こうカルト的なパワーを持った人だから、意外とオウム真理教の側に立ったような発言をなさるんじゃなかろうかと思って、そんなの嫌だったか言わなかったんですが、この人インタビュー集の中でこんなことをおっしゃっております。オウムの方、元オウムの方も聞いてください。
教団信者の方、オウム真理教の、その人たちにも僕インタビューを試みました。彼らはノー弁で進んでいろんなことを語ってくれました。頭もいいし、すごく知的な人々です。オウム真理教の人たちは、いわゆる一般の人よりも興味深くもありました。でも彼らがどんなことを語ったのか、僕今ではよく思い出せません。でも一般の人が話してくれた話は残ってるんです。そこには本物の重みがあり、本物の中身があります。これはすごい言葉だよね。やっぱりはっきり認めていらっしゃいますね。オウム真理教の人たちですね、今はまあ違う教団にいらっしゃるかもしれませんが、非常に会って話すと興味深い人たちであったというね。ところが何年か経つと何を話したのか忘れているというね。これはいい言葉でしょう。なんかちょっとこう恐ろしい句もありますね。さらにもう一つぐらいいけるかな。村上さんの発言集、浅く表層的な、彼の意見は浅く表層的なるがゆえに伝達スピードは速く、その影響は極めて、プラクティカルです。レトリックを武器にした現代のメディアは我々の精神に対して危険であり、水面下で行使する非人間的な告白さもあります。往々にして我々はメディアを通して世界を眺め、メディアの言葉を使って語っているのです。時々事件の解説なんて聞いておりまして、ヒヤッとする発言というのは私ぐらいの年齢だと感じますね。はい、死者の数ももう100人を超えているんですよ、ということは99人だとこの媒体は事件として取り上げないのかというような、死者をカウントするというそういうニュース特有の告白さっていうのは全てのニュース番組が持っていますよね。はい、自衛隊のことを暴力装置と言った方がいらっしゃいますが、はい、政治家ってのは最初不幸世界を目指しますっていうね、あんたが不幸だというね、なんかよくわかんないけど、どう？いや、なんかそういう村上春樹さんのコメントを聞いてから、うん、もう一回村上春樹さんの小説を読むとまた面白いのかなって思いますね。そうですね。そうなんですよ。この人は非常に分かりやすい、アメリカのなんかねペーパーバッグの文体を借りつつも非常にこう深いところをね説明して出しちゃるんじゃないかなと思うんですね。僕は神の子供は皆踊るっていうので、明らかにオウム真理教の教祖の子供らしき人をモデルにして書いたのではないかと思う。それ短編なんですが、なかなかショックでね、全然オチも何にもないの。うん、父を知らないで神様から生まれた子だと母親が、ちょっとお母さんも宗教にはまりすぎて変な人なので、その教祖様、天からの意志でお前は生まれたという青年がいて、その子が自分の父に会いに行くというね。でも結局父の後をつけるんだけども、父を見失って夜更けの草っぱらの野球のピッチャーマウンドで一人で踊ってるという、申し訳ない、不思議な世界ですね。ああ、それとあれは知らねえか、あれ、カエルくん東京を救う、いや私読んでないですけど、はい、これちょっと明日説明してあげましょうね、はい、不思議な小説でありますか、はい、さあ、村上春樹ワールド、まだまだ続きます。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香菜です。あなたの方がやっぱ読んでるもんな。なんかもう 1月の休み全部潰してもう村上春樹研究に取り組んだの。はい、それでも全然わかんない。この人の作品だったと思うんですが、カーバーっていう、これアメリカの短編小説家だと思うんだ、この人の作品だと思うんだけど、もうね、それも前に読んでたんだろうと思うんだけど、村上さんの役で、それね、すっごいね、なんかわけのわかんない気持ち悪い作品で、はい、ベトナム戦争の召集令状が来た青年がカナダの国境ギリギリまで逃げていって、毎日ボートで国境線を越えるかどうかで悩み続けるっていう短編読んだことあったの。はい、もう本
当に暗い短編でね、それは村上さんの役だったと思うんだけど、それね、結構インパクトあるのよ。なんかね、文章がカラッカラに乾いててね、干し肉みたいな味わいのね、まあいいや、とにかく村上さんの言葉、今日紹介しますよね。今日もまた紹介しましょうね。今日多くの場所で閉じた世界がだんだん強くなってきていますよ。原理主義、カルト。でも閉じた世界は武力では壊せませんよ。壊してもシステム自体は残ります。理念は残り、場所を移すだけです。成し得るベストのことは、ただ語ってみせるだけのことです。開かれた世界の良いところを。ちょっと難しいな。でも、おっしゃる通り、はい、確かに、もう一つ言ってみようかな。そうするともうちょっとわかりやすいかな。閉じた世界に入れば何も考えなくて済みますからね。そうね、閉じた世界。教団とか、ある宗教的な原理者がいるところに入るとね、はい。閉じた世界に入れば何も考えなくて済みます。グルや独裁者が何をしたらいいか、何を考えたらいいか教えてくれるんです。簡単で楽で、実に誘惑的です。でも、それは罠ですよ。一旦閉じた世界に入ったら逃げられません。ドアは閉じてしまうんです。もうそれは取材を続けてきた方ならではのコメントですね。でもこれは三枚おろしで私の師匠と同じでしょ。はい。ディッセンシー、オープンマインド、身体感度を上げること。そうだ、これもあれだな。内田先生の受け売りだな。受け売り徹夜でいいんですが。このあたりの発言なんかもすごく、考えさせられます。この方は、短編集の中でちょっと話しましたけどね、カエル君東京を救うという、はい、なんだか童話だかなんだかよくわかんない。タイトルからしてちょっとね、不思議ですもんね。そうそうそう、これすごいんですよ。なんか信用金庫かなんかに勤める丸丸君が、アパートに帰って扉開けたら、なんか人間大のカエル君が待ってて、はい、君に相談があるんだ、とかって言いながら、カエル君が、で、そのカエル君は東京の地下1メートルのところに巨大ミミズがいて、これが間もなく地震を起こそうとしてる。僕は命をかけてこの巨大ミミズと戦うんで、君は横で僕のことを励ましてくれないかっていう、その依頼にカエル君がやってくるという。はい。幻想となんかが入り混じったやつで。で、一番最後はカエル君がミミズ君とその戦って、ボロボロになって彼に会いに行って、その、だんだん、体中が腐り果ててカエル君が彼の前から消えていくというところでおしまいなんですよ。はい。ただそれだけ。それ村上春樹さんの作品？そうです、そうです。カエル君東京を救う。はあ。なんだろうね。何が言いたいんだろう。ですかね。ちっともわかんない。ちっともわかんないって言った方が。不思議だな。で、これをね、また私が尊敬する内田達郎大名人が絶賛するんだ。あ、カエル君の話を。この最高だって。こんな物語読んだことある皆さんで読んだことねえから戸惑ってんだよ。先生ただここにメタファーというかその村上さんの深い思いがあることは事実で、はい、村上さんのこの「カエル君東京を救う」なんかで感じられるのは気づいてないでしょうこの世界誰かが守ってくれてるんだよっていうようなね。そういうことですか。もうダメですね。全員うちのスタッフは考え込んでますね、私の。よし、それじゃあ一番最後に。今週これおしまいか。はい、そうです。これもうもったいないんでね。またね、もう一回村上さんに関しては、繰り返します。はい。でも、走ること、僕が走りながら考えたことっていう、彼の走ることに関するエッセイ集の中で書かれてた名文で、彼はインタビュー集の中でもそのことを、答えてるんですが、ものすごく走ることが好きな方でしょ。まるでメロスのような人なんですけど、この人がね、インタビュー集の中ですごく洒落たことを言ってるんで、これを金曜日最後に皆さんにご披露して、今週を締めくくろうかなと思いますがね。はい、インタビュー集に答えて、あなたはどのような死を望みますかと問われたんでしょうね。村上氏はこんなことを考えて、墓に刻む言葉はもう考えてあるんですよ。で、なんて刻むんですか、お墓にはって言ったら村上春樹が、少なくとも最後まで歩かなかった。いいね。うん。最後まで村上春樹は走り続けたっていうね。うん。俺は何にしようかな。あ、何にされますか？
少なくとも歌うより喋りは長かった。この続きまた来週のまな板の上で。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香奈です。村上春樹論であります、はい。私もさっぱりなんか苦手で、でもそれでもなんだかんだ言いながら 4、5冊読んだのかな。この人はすごいだとかって面白そうに本は読まないんだけど、ふっと気がつくと村上の真似してこう豆に運動してみたりね、走ってみたりとか、走ってみたりとか、それからまあ正直言っちゃいますけど、村上の真似してねちょっと書いてるんです最近。その司馬さんの真似をすると小説書けないけど、村上春樹の真似だったら短編だったら書けそうな気がするんだよね。村上春樹ってのはそういう気にさせる作家さんだよね。ああそうなんだ。村上春樹ってなんかやれそうな気がするんだよね、うん、自分の一人称の書き方を私から僕に変えたんだよね。あ、村上春樹っぽいですね。あのね、僕にすると書ける文章ってあるんだ。違いますか。僕はその日原宿の表参道の、そう、あの大きな石灯籠の下にいた。午後の風が、みたいなことを書くとね、すっとこ出てくるときに。それは何かなと思うし、それからもう一つ、村上春樹の最大の不思議さは、なぜ彼は世界的な不安を着々と増やすかなんて。中国なんかですごいんでしょ、うん、イスラエルで賞をもらうぐらい。知らない世界だけど、インド、マレーシアの子が読んでて、韓国の人も読んでるでしょ、うん、それからロシア人が読むのよ、村上春樹を、うん。じゃあ、僕の大好きな司馬遼太郎はどうか、うん。非常に翻訳しにくい人なのね。まあ歴史ものだからってことですかね。というよりも意図として司馬さんは絶対に外国人にわからないように書いてるね。意図的に？俺絶対意図だと思う。あれほどのその文達の達人がね、はい、アメリカ人がほろっとする物語書けないわけがない。才能ってそんなもんだよ。うん、でも司馬さんは意図としてアメリカ人を泣かせるもんかっていうね、一人も読めないように書いてやろう、やろうっていう俺は意欲を感じるんだよ。そこに司馬文学があるような気がするんだよ。天正四年のその日、美濃の空は抜けるような青空であった。これをね、ロシア語で言うのは難しいよ。美濃の説明、天正をどうするか、うん。でも日本人は、もうそれがふわーっと。そうですね。信長はただひたすらその城に向かって走った。ちょっともう浮かぶもん。あの信長が走ってる姿が。翻訳しちゃったらね、信長から説明しなきゃいけないし。信長からね、ヒーズランボモーノとかね。ところが村上春樹は、簡単に置き換えが効くんだ。うん、僕はその日天安門広場の大きな街灯の下に立っていた。春風が異国の彼らを引きつけるものは何か。さあ、打ち出しに戻りましょう。誰もやりたがらないけれども、誰かがやらないと後で誰かが困るようなことは、特別な対価や賞賛を期待せず、一人で誰かが黙々とやっておくこと。そういうささやかな雪かき仕事、あるいは家事をすること、公園をきれいに掃除する人、そういう人たちの黙々とした積み重ねでしか、社会全体、世界全体の邪悪なものを食い止めることはできない。うん、この邪悪なが出てくると俺惹かれちゃうんだな。しかもその後すごいこと言うぜ。政治的な劇場。ラジオ、テレビで叫ぶ人いますね。政治的劇場。はい、私的法悦。ん？私的法悦ってこうなんか、歌い文句を言いながらそれにうっとりすること。あ、自分で酔っちゃう。そうそうそう。うん、それから、エロス的恍惚。性的な快感。はい、そういうものを時折、邪悪なものの対立者。それに立ち向かっていく対立校として語る人がいるが、しかし、そのようなものはしばしば邪悪なものの共犯者である。うん、これは内田さんの言葉です。そうです、そうです、はい、そうです。私じゃありませんよ。では、邪悪なものから身を守るためには何が必要なのか。それを内田氏はセンチネル。
ていう言葉を使ってます。はい。センチネルとは保証、総合警備会社みたいな。はあ。あなたが眠ってる時も俺起きてて守ってあげるからとか、そういうセンチネルたちのディッセントな振る舞い、礼儀正しい振る舞い、それが実は世界を守ってるんだ。で、このセンチネルたちはどういうことを言いたいのか。それは非常に単純なこと。仕事はきちんと真面目にやりましょうよ。衣食住、これ生活の基本です。しっかりアイロンならアイロン、洗濯もしましょう。それが村上文学のテーマである。さらに突っ込んでいきましょう、はい、村上春樹、この次また明日のまな板の上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香菜です。村上春樹という人、日本の出現した作家の中で最も独特の位置を占めてるというかね。だってこの人文壇にいないわけでしょ。文壇っていうのはあるかどうか分かりませんけども、ほとんど外国に行ってらして、日本語で物語を書かれてるという。内田氏は村上氏の文学に関して言います。私たちの平凡な日常そのものが実は宇宙まで広がるような大きなドラマの現場なのだと。そのことを村上氏は言いたいのではないだろうかと。私は感想を書いております。圧巻の論理であると。そしてこの宇宙論的ドラマに巻き込まれるとどうなるか。以下内田氏の論理。はい。異界からの、別世界からの理解不能なメッセージ。まあみんなそうだと思いますが、こう何でもこう説明しようと頑張る。だけども世の中には意味がないというような不幸も起きる。確かにな、はい、意味があるうちはいいんだよな。注射で害たいのは、そのワクチンが接種されてインフルエンザにかからないためですというと痛みを通過できるんだけども、うん、その何にもいいことないのに突然体が痛んだり、ということは現実社会では起こりうることなんだけども、そういうことは語らないんで、意味のないことはね。私たちの精神が意味がないということに耐えられないからである、はい、人間は脆いもんだな。こう意味がないと耐えられないんだな、だから私たちはオカルトにすがりつく。それはそのことなんですよっていうね。私たちは自分たちが受けた傷や損害が全く無意味であるという事実を直視できない。だから私たちはシステムの欠陥でもトラウマでも、あるいは水子のたたりなどというわけのわからない呪いで自分の身に起こった不幸を、とにかく因果の中で説明し、合理的な出来事であろうと信じ込もうと努力する、だが私たちを傷つけ損なう邪悪なもののほとんどは、ひとかけらも強化的な要素、こういう意味があるんですよとかっていうその要素もなければ、あなたがここで悪いことしたんでこんな悪いことが起こったんだというようなこともない。それはまるで冗談のように何の目的もなく私たちを傷つける邪悪なものは、そういうのはやっぱり現代社会ではすごく多発してますよね、はい、80何歳まで生きてチャイムが鳴ったんで、ああお届け物だなと思って扉を歩く、突然冗談のように殺人事件に巻き込まれてしまう、そういうことって世界中で今多発してるんじゃないかな、はい、ロシアのお父さんとお母さんがね、娘からもらってお金もらって、飛行場に行ったらそこでトランクが突然爆発して、彼らが聞いたこともないような国の人たちが昔から激しくロシアを憎んでいてテロに巻き込まれるという、はい、テロというのはやっぱり国家にとっては理由がありますけど、個人にとっては理由がないという、でもね、内田さんはね、こんなことを言うんだな。この無意味な不幸ということに対して、はい、村上の物語は
そういう世界の中で無意味に耐え、その危機の予感に生きている人間だけが世界の善をそれでも少しずつ足していこう、なんかその大切さを知っているっていう、そんな世界だけども、ちょっとでもいいから何か良いことを私がやれば何かの役に立つのではないかという人たちの思いが世界、全世界に今秩序をもたらしているんじゃないだろうかというね、うん、村上の物語は秩序を思考する力とカオスを思考する力、その葛藤のバランスの上に立っている。僕がこんなに虚無的で力がなく、そのどうしようもない人間、意味がない、耐えられない、だけどそれでも僕はなお生きているっていう、それをこう彼は文学に込めているのではないだろうかっていうね、はい、そして人間の幸せとはそんな巨大なものではなくて、その非常に不条理な、よく意味のわからない不幸に耐えた一日の夕方、一杯のビールをうまく飲む、それは幸せでいいのではないか。うーん、村上の物語に出てくる主人公は必ずビール飲んでますよね。多いですね。ものすごく多いんです。ビール飲むんですよ。はい。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます。武田鉄矢です。おはようございます。水谷香奈です。この村上文学の中にあるものは、私たちは存在するものを共有するのではない。あるものを共有できない。という事態は、世界中の若者において共有できる。それが村上文学の若者を引きつける動機になっているのではないだろうかと。はい。こう、私たちは持っているもので結ばれるんじゃなくて、持っていないもので結ばれているという。うん、それが村上は、こう、欠落の文学というかな。だからこう世界中の若者が、そう、私もそういう欠落を持っていないものを感じるっていうんで、バーッと参加者が集まってくるという。読者としてかなさんいかがですか？いや、ずっとお話伺ってて思ったのは、どの主人公にもそれほどね、感情移入はしてない自分がいるんですよ。それがいつも不思議だなと思って。感情移入できないんだよね。できないんですかね。感情移入できないと物語は面白くないんだけど。でも読んじゃうんですよ。読むことは事実だね。なんだろうな、あの話。何なんでしょうかね。もう本当に短い短編で読みやすいんだけど、何なんだろうね。UFO を釧路に降りるっていうね。UFO を釧路に降りるってもうタイトルからして異様なんだよね。ほうほう。ある幸せな若者がいて、で、決して美人ではないけども、妻がいる。その妻が神戸の震災の後、急に不機嫌になって、口を聞いてくれなくなって、ある夜主人公が家に帰ると、書き置きがあって、女房が消えるのよ。はい。それで、会社のある先輩から頼まれて、釧路に、この品物を届けてくれって箱を渡されて、釧路に行くっていうね、で箱を渡す、ありがとうございますって、結構可愛らしい釧路の女の子はその箱を受け取って、その中には何が入ってるんですかって主人公が聞くと、女の子はクスクス笑って、あなたよって言うっていうね。それでもしかして物語終わりですか？セックスするんだけどうまくいかなくて、そこでおしまいっていうね。不可解な。案外性のシーンも、こう、明けっ広げな描写をされますよね。そう。で、その UFO 釧路に降りるの短編の中でも、その、林の中でセックスしちゃうんだけど、熊が出てくるかもしんないんで、二人とも腰に鈴をつけて、こうやりましたみたいなのを話すんだよね。はあ、僕はその話を聞いて笑えなかったって書いてあるんだけど、まあ俺も笑えなかったんだよね。そこはもう作者と同じ思いで、俺も笑えないなと思って。不思議ですね。でもこれもね、
その打ち出しみたいな頭のいい人が言わせると、アフターダクエイクって書いてあるから、うんうん、大地震の後遠いところで地震が起こって、自分には一切被害はないんだよ、神戸の大震災が起こって、うんうん、それでもその地震の後何かが全部ずれてしまった現代の若者っていう、だから地震が起こったところの被害だけじゃなくて、なんか人間の決定的なものが損なわれたっていうね。それから内田氏は別の、あの内田氏は村上氏が言ってるんだけども、神戸の震災をもうつくづく思ったのは、地上に価値なんかないんじゃないかと思ったっていうのよ。地震が起これば何階建てのビルを所有していようと、それが財産ではなくて負債になるっていう人間の経済っていうものを見たときに、そのこの世の中で価値があって価値があり続けるものは何一つなくて、全部無価値になってしまうっていう、その時に人間たちは価値なきものの世界に突き落とされた人間たちは、そのすがりつくものがなくなるっていう、そのことを村上さんが別のコメントの中でおっしゃっててね。だからオウムの真理教の事件と阪神淡路大震災はもう日本人に決定的に欠落をもたらしたっていう、地下鉄のサリン事件のあの地下鉄の闇とクエイク地震、この2つと村上は戦っているんでしょうね。でこの神の子供は皆踊るの短編の中にはもうみんなそうです。神戸の震災が出てくる。なんせそこで一番有名なやつがあのカエルくん東京好きだからね。ああそれがね、はい、うん、で確かに難しい。ああごめんなさい、その不審が続いておりますが、はい、もうちょっと探求してみたいと思います。この次お付き合いください。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香菜です。内田氏は村上春樹の物語を解くために、まあ、その身体性の実感があるという物語の中にちょっとこう体に妙に響いてくる文章があるという、書いてますね、ちゃんと。はい。体感としての村上の物語を解く内田には身体性、これは絶対体に響いてくるんだと。つまりね、こういうことなんだ、短編言いましたよね、わ、はい、からないでしょ、はい、わからないんだけどね、妙に覚えててスラスラ話ができるんだよ。ああ体感してるってことですね。うん、ある部分強烈に食い込んできて、全体じゃないんだけど部分がくっきり残る時あるんだよな。ああ内田氏に戻りましょう。不幸や不運の度にすぐに過去と未来へ因果を探し、予感予兆として受け取りたがる。これは私の傾向であるんですね。なんか悪いことがあると、あそういえばあの日茶碗が割れたなとかね、ああそれはそこの知らせであったのかとかっていう、そういう因果律で結びたがる、そのあのあれがあるんです、体質があるんですね。だからあの非常に耳の痛い理説であります。しかし私も武田鉄矢も人間でありますから、なぜ私がこんな目に遭わねばならないのだという不運への問いというのはやっぱありますしね、何の意味もない不運というのはやっぱり恐ろしいですが、まあ、この年になって少し覚悟ができているのは、私だからこんな目に遭うということなんですね。はい、村上春樹氏はそれをさらに発展させて、それがいかなる不運であろうと、はいと両手を差し上げて受け取る者のみが時折奇跡のような幸運を受け取ることができる。吟味して受け取ろうとする者は時に深く深く傷つけられてしまうのだ。それが村上の物語であり、それゆえに世界性を持ち得たのではないだろうか。うん、まあこれ私なりのね感想だ。ちょっと内田先生の言もあの借りておりますけど、はい、なんかそんな風に
思うんですね。ちょっと別の番組でもとてもこう不思議な人物に出会うことがありまして、またチャンスだったらね、3枚で下ろしたいと思いますけども、ご本人がお顔で見えた方がいい話題の時はなるべく別番組でやっていくんですが、この間お会いした方でね、連合赤軍の方がいらして、18歳で連合赤軍に参加して革命運動をやられて、で指名手配されて15年間逃亡し続けて、それでまあ大きな犯罪を起こしてらっしゃらないんで、時効が成立して今塾の先生やってらっしゃる。ところがね、ものすごく不思議なことに、この先生は在日の方で、まあ差別等々もあってそういう運動に参加なさったんですが、ものすごくいいんです、進学率が。中学受験専門の塾の先生なんですが、その先生が教えるとスイッスイ入っちゃう。教え方が上手。そういうことなんです。なんですか。うん。で、変なもんですな、この方と逃亡中は大変でしたねと、まあ大変は大変でしたけど、やっぱりいろんな目に遭いましたね。でも僕逃亡中でも真面目に働いてたんです、真面目に働いてたんだって、逃亡中でも、はい、で一番自分でも苦しかったのは、道路工事やってて、道路標識を設置するというのを長いことやってて、まあすごく親方から気に入られて、じゃあこの道路お前やれって言われてやってたんですが、設置し終わったら警察に終わりましたって報告に行かなきゃいけないんですね、で警察歩いておりましたら、私の指名手配の写真が貼ってありまして、ああ貼ってあるんだな、指名手配の俺の顔がとかって見ておりましたら、その担当の警察官が、おいお前空いてるかって言われまして、時間はこの後ありますが、ってやっぱお付き合いも大事なもんですから、逃亡中とはいえ、それでお付き合いして、そのまあその宿直室で、警察の方と3人でなんですが、自分の指名手配の写真が気になるもんですから時々見てると、なんか3人の方がね、似てるなとかって、そんな生活を、いや全然関係ないよ、全然関係ないけど、19なんだっけ、84ちょっと比べてみてくれる。つまり現実の生活の中でそういう不思議な境涯を送った人っているんだよね、まあ今度またチャンスがあったらご披露するね、だけどやっぱりそういう人がやっぱりいるんですね。村上春樹の世界から出てきたような、もちろん私と同世代の方ですよ、そういう時代のあれですからね。この次また明日のまな板の上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香菜です。まな板の上、村上春樹氏が載っておりますが、彼の作品をおろすだけの力量はございません。もういわゆるガイダンス、だけで終始しそうでありますが、香菜さん読んでないよね、ねじ巻き鳥。読んでないんです、クロニクル、これがね、ずっと私引っかかってるんですわ、これ私も知らないんだけどね、でも中身はノモンハン事件、ノモンハン事件を扱ってるらしいんだよね。でこのね、ノモンハン事件を取り上げたっていうのが私ギクッとしたんですな。これはね、実は司馬遼太郎さんっていう人が一番最後に書こうとした歴史小説のテーマなんですよ。でものすごくご苦労なさって、いろんな証言なんかも集めてるんですけど、途中で司馬さん辞めちゃうんですよね、書くのを、生き残りの方からも証言を集めたり、だからその戦闘を指揮した元関東軍の指揮官にもお会いになったみたい。会えば会うほど司馬さんが心が荒れてきちゃったみたいね、まあいいや。でここでとにかく村上春樹がこのノモンハン事件のことを書いたんですね、司馬遼太郎は書けなかったんだ、このことを捕まえて内田さんという真ん中に入ってるその村上春樹を進める人が言ってるのが、その司馬遼太郎と村上春樹は父と子の関係だっていう、というのはここから村上さんの話題ですよ、これは私は内田さんの本の中から教えられたことです。村上春樹氏の父も兵士として中国大陸のどこかで大日本帝国の兵士として
戦った人のようであると。そして村上春樹氏のお父さんはそこでほとんど人間として体験することが耐えられないような地獄を味わったようであると。それは平和は尊いもんなんだよというような定型の戦後平和教育のような形で流し込めるような体験ではなかったと。とても言葉にできないような言葉を村上春樹氏の父親は持っていたであろう。そして村上春樹氏の父親はそのことを沈黙した。その父の沈黙が息子の村上春樹氏をしてトラウマとさせたのであろうと。これどのくらいすごいかって言うと、これ本当かどうか分かりませんよ。ただちょっと述べて作らずで書いてある通りに、はい、ざっと言葉をまとめますよ。村上春樹という人はどうも未だに中華料理が飲み込めない。食べられないんですか。トラウマでしょうね。それは本当の話ですか。これは内田氏曰くそのような体験をした父を持つって書いてあるんですよ。村上氏のすごいところはその父のトラウマを息子として引き受け、父親に開いた穴を、心の穴を自分も引き受けたのであると。司馬遼太郎氏もまたそうです。彼もまた、ノモンハン事件を描こうとして拒絶した。それは、司馬氏自身がおっしゃっております。ノモンハン事件に関わった軍人の中で、自分が感情移入できる人物が一人も見出せなかった。故に書けなかったのだ。と、司馬遼太郎氏はおっしゃっております。しかし、私は大不安ですから分かっておりますが、司馬さんの出力は、共感できない人物が、でも、小説にできるんです、この人は。関ヶ原とか読んでください。この人は決して好きな人物ではない石田三成を、ものの見事、時代小説の中に綺麗に描いてます。ですから、司馬さんをして、ノモンハンを描かせなかったという心の傷は、もっともっと深い痛みだったというね。兵士の白骨死体の上に、座り込んでしまっているような司馬さんは、痛切なやっぱり心の痛みをお感じになったのではないだろうか。あるいは村上春樹氏は、戦争に行った父親の息子という傷を引き受けることによって、あの文体を。ということは、二人はある意味で文学的父と子ではないだろうか。すごい分析ですね。そうだね。私はこの一言によりまして、はい、同じ年に生まれた人という以前に、この父と子の関係という内田氏の言を頼りに、ちょっとやっぱり村上春樹という作家さんは読み込んでいかなければならない作家なのではなかろうかと思っとる次第です、はい、来週はまた別のネタで皆様のご機嫌伺いたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。事件の地下鉄の闇とクエイク、地震、この2つと村上は戦っているんでしょうね。でこの神の子供は皆踊るの短編の中にはもうみんなそうです。神戸の震災が出てくる。なんせそこで一番有名なやつがカエル君東京好きだからね。あ、それがね、はい、で確かに難しい。ごめんなさい、その不審が続いておりますが、はい、もうちょっと探求してみたいと思います。この次お付き合いください。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷佳奈です。内田氏は村上春樹の物語を解くために、まあ、その身体性の実感があるという物語の中にちょっとこう体に妙に響いてくる文章があるという、書いてますね、ちゃんと。はい。体感としての村上の物語を説く内田には、身体性、これは絶対体に響いてくるんだと。つまりね、こういうことなんだ。短編言いましたよね。わ、はい、からないでしょ。わ、はい、からないんだけどね、妙に覚えててスラスラ話ができるんだよ。ああ、体感してるってことですね。そうなんだよ。ある部分、強烈に食い込んできて、全体じゃないんだけど、部分がくっきり残るときあるんだよな。内田氏に戻りましょう。不幸や不運の度にすぐに過去と未来へ因果を探し、予感予兆として受け取りたがる。
これは私の傾向であるんですね。なんか悪いことがあると、あ、そういえばあの日茶碗が割れたなとかね、ああ、それはそこの知らせであったのかとかっていう、そういう因果律で結びたがる、そのあのあれがあるんです、体質があるんですね。だからあの非常に耳の痛い理説であります。しかし私も武田鉄矢も人間でありますから、なぜ私がこんな目に遭わねばならないのだという不運への問いというのはやっぱありますしね、何の意味もない不運というのはやっぱり恐ろしいですが、まあ、この年になって少し覚悟ができているのは、私だからこんな目に遭うということなんですね、はい、村上春樹氏はそれをさらに発展させて、それがいかなる不運であろうと、はいと両手を差し上げて受け取る者のみが時折奇跡のような幸運を受け取ることができる、吟味して受け取ろうとする者は時に深く深く傷つけられてしまうのだ、それが村上の物語であり、それゆえに世界性を持ち得たのではないだろうか、うん、まあこれ私なりのね感想だ、ちょっと内田先生の考え込みますね。なんかあのおっしゃってることはこう、あちらの方のような発言をされるんですね。 そうだよね。うーん、よく散歩の途中ですれ違うおばあちゃんで、必ず挨拶してくれるおばあちゃんが、お元気ですねって声をかけると、なんだか死んでんのか生きてんのか分かりやすいんだよはい先生いってらっしゃいっていう、俺はその宮の坂のばあちゃんの顔がファッとこの村上春樹という人の発言に、はい、浮かんだんですが、時間いっぱいになってしまいます、はい、この次また明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香奈です。村上春樹という今全世界が注目する作家をまな板の上に載せております。とても三枚におろせるような存在ではございませんが、とりあえず置いて、なんとか料理をと。さあそれでは村上春樹インタビュー集の中から彼の言葉です。自我を表現しようと思っていなくて、僕の自我がもしあればそれを物語に沈めるんです。僕の自我がそこに沈んだ時に物語がどういう言葉を発するかというのが大事なんですよ。短い言葉ですが、一貫した自己なんてどこにもないですよ。こういう言葉ですね。カナさん、僕はそのものすごくこう揺れたのはね、僕の自我を物語に沈めるんですっていう、はい、で僕の自我がその物語にこう沈めた時、物語というものがどういう言葉を持ちうるのか、それが僕にとっては大事なんですっていう、うん、何なんだろうね。彼は自分の自我を流し込むっていうんですね。あ、流し込む、流し込む、小判を作るように、ガラスの器を作るように、うん、そして流し込んで物語の中に流し込んだ自我がどんな作品になるのかっていうのはできてからじゃないとわからない。つまりこの人はどうも何かを目指して物語を書いてるんじゃないんですよ。とりあえず自分の感情を物語の鋳型の中に流し込むんですよ。流し込んだ後取り出してみる。それが皿になるか器になるか花瓶になるか誰にもわからないという。なんかもう表現からして文学的すぎて、な、うっかりうっとりしてんだよ。うっとりしちゃいました今。本当に主張がないんですよ。たどり着くため、たどり着くための目標を持ってないんです、この人は。きっと彼の思いというのを ある物語の中に流し込んで、それがどんな物語となってどのように役に立つ。この次また明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香奈です。まな板の上、村上春樹氏が載っておりますが、彼の作品を下ろすだけの力量はございません。もういわゆるガイダンス、だけで終始しそうでありますが、カナさん読んでないよね、ねじ巻き鳥。あの、読んでないんです。クロニクル、これがね、ずーっと私引っかかってるんですわ、うん、これ私も知らないんだけどね、でも中身は
ノモンハン事件。はい。ノモンハン事件を扱ってるらしいんだよね。で、このね、ノモンハン事件を取り上げたっていうのが私、ギクッとしたんですな。これはね、実は、司馬遼太郎さんっていう人が、一番最後に書こうとした歴史小説のテーマなんですよ。で、ものすごくご苦労なさって、いろんな証言なんかも集めてるんですけど、途中で司馬さん辞めちゃうんですよね。書くのを。生き残りの方からも証言を集めたり、だからその戦闘を指揮した元関東軍の指揮官にもお会いになったみたい。会えば会うほど司馬さんが心が荒れてきちゃったみたいね。まあいいや。でここでとにかく村上春樹がこのノモンハン事件のことを書いたんですね。司馬遼太郎は書けなかったんだ、このことを捕らまえて内田さんという真ん中に入ってるその村上春樹を進める人が言ってるのが、その司馬遼太郎と村上春樹は父と子の関係だっていう。というのはここから村上さんの話題ですよ、はい、これは私は内田さんの本の中から教えられたことです。村上春樹氏の父も兵士として中国大陸のどこかで大日本帝国の兵士として戦った人のようであると。そして村上春樹氏のお父さんはそこでほとんど人間として体験することが耐えられないような地獄を味わったようであると。それは平和は尊いもんなんだよというような定型の戦後平和教育のような形で流し込めるような体験ではなかったと。とても言葉にできないような言葉を村上春樹氏の父親は持っていたであろう。そして村上春樹氏の父親はそのことを沈黙した。その父の沈黙が息子の村上春樹氏をしてトラウマとさせたのであろうと。これどのくらいすごいかって言うと、これ本当かどうかわかりませんよ。ただちょっと述べて作らずで書いてある通りに、はい、ざっと言葉をまとめますよ。その林の中でセックスしちゃうんだけど、クマが出てくるかもしんないんで二人とも腰に鈴をつけてこうやりましたみたいなのを話すんだよね。はあ、僕はその話を聞いて笑えなかったって書いてあるんだけどまあ俺も笑えなかったんだよね。そこはもう作者と同じ思いで、俺も笑えないなと思って。不思議ですね。でもこれもね、その内田氏みたいな頭のいい人が言わせると、アフターダクエイクって書いてあるから、大地震の後遠いところで地震が起こって、自分には一切被害はないんだよ。神戸の大震災が起こって、それでもその地震の後何かが全部ずれてしまった現代の若者っていう。だから地震が起こったところの被害だけじゃなくて、なんか人間の決定的なものが損なわれたっていうね。それから内田氏は別の、内田氏は村上氏が言ってるんだけども、神戸の震災をもうつくづく思ったのは、地上に価値なんかないんじゃないかと思ったっていうのよ。地震が起これば何階建てのビルを所有していようと、それが財産ではなくて負債になるっていう人間の経済っていうものを見たときに、そのこの世の中で価値があって価値があり続けるものは何一つなくて、全部無価値になってしまうっていう、その時に人間たちは価値なきものの世界に突き落とされた人間たちは、そのすがりつくものがなくなるっていう、そのことを村上さんが別のコメントの中でおっしゃっててね。だからオウムの真理教の事件と阪神淡路大震災はもう日本人に決定的に欠落をもたらしたっていう、地下鉄のサリン事件の地下鉄の闇とクエイク地震、この二つと村上は戦っているんでしょうね。でこの神の子供は皆踊るの短編の中にはもうみんなそうです。神戸の震災が出てくる。なんせそこで一番有名なやつがカエル君東京好きだからね。あ、それがね、はい。で確かに難しい。
あ、ごめんなさい。その不審が続いておりますが、はい、もうちょっと探求してみたいと思います。この次、お付き合いください。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます。武田鉄矢です。おはようございます。水谷香菜です。内田氏は村上春樹の物語を解くために、まあ、その身体性の実感があるという、物語の語らないね、意味のないことはね、私たちの精神が意味がないということに耐えられないからである、はい、人間は脆いもんだな、こう意味がないと耐えられないんだな、うん、だから私たちはオカルトにすがりつく、それはそのことなんですよっていうね、うん、私たちは自分たちが受けた傷や損害が全く無意味であるという事実を直視できない、だから私たちはシステムの欠陥でもトラウマでもあるいは水子のたたりなどというわけのわからない呪いで自分の身に起こった不幸をとにかく因果の中で説明し合理的な出来事であろうと信じ込もうと努力する、うん、だが私たちを傷つけ損なう邪悪なもののほとんどは一かけらも強化的な要素、こういう意味があるんですよとかっていうその要素もなければ、あなたがここで悪いことしたんでこんな悪いことが起こったんだというようなこともない、それはまるで冗談のように何の目的もなく私たちを傷つける邪悪なものは、うん、そういうのはやっぱり現代社会ではすごく多発してますよね、はい、80何歳まで生きてチャイムが鳴ったんで、ああお届け物だなと思って扉を歩く、突然冗談のように殺人事件に巻き込まれてしまう、そういうことって世界中で今多発してるんじゃないかな、はい、ロシアのお父さんとお母さんがね、娘からもらってお金もらって、飛行場に行ったらそこでトランクが突然爆発して、彼らが聞いたこともないような国の人たちが昔から激しくロシアを憎んでいてテロに巻き込まれるという、はい、テロというのはやっぱり国家にとっては理由がありますけど個人にとっては理由がないという、うん、でもね、内田さんはねこんなことを言うんだな、この無意味な不幸ということに対して、はい、村上の物語はそういう世界の中で無意味に耐え、その危機の予感に生きている人間だけが世界の善をそれでも少しずつ足していこう、なんかその大切さを知っているっていう、そんな世界だけどもちょっとでもいいから何か良いことを私がやれば何かの役に立つのではないかという人たちの思いが世界、全世界に今秩序をもたらしているんじゃないだろうかというね、うん、村上の物語は秩序を思考。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香菜です。村上春樹という人、日本の出現した作家の中で最も独特の位置を占めてるというかね、だってこの人文壇にいないわけでしょ、文壇っていうのはあるかどうか分かりませんけども、ほとんど外国に行ってらして、日本語で物語を書かれているという、はい、内田氏は村上氏の文学に関して言います、私たちの平凡な日常そのものが実は宇宙まで広がるような大きなドラマの現場なのだと、そのことを村上氏は言いたいのではないだろうかと、私は感想を書いております。圧巻の論理であると、そしてこの宇宙論的ドラマに巻き込まれるとどうなるか、以下内田氏の論理、はい、異界からの別世界からの理解不能なメッセージ、まあみんなそうだと思いますが、こう何でもこう説明しようと頑張る、だけども世の中には意味がないというような不幸も起きる、確かにな、はい、意味があるうちはいいんだよな。注射で害たいのはそのワクチンが接種されてインフルエンザにかからないためですというと痛みを通過できるんだけども、うん、その何にもいいことないのに突然体が痛んだりということは現実社会では
起こりうることなんだけども、そういうことは語らないんで、意味のないことはね。私たちの精神が意味がないということに耐えられないからである、はい、人間は脆いもんだな、こう意味がないと耐えられないんだな、うん、だから私たちはオカルトにすがりつく、それはそのことなんですよっていうね、うん、私たちは自分たちが受けた傷や損害が全く無意味であるという事実を直視できない。だから私たちはシステムの欠陥でもトラウマでも、あるいは水子のたたりなどというわけのわからない呪いで自分の身に起こった不幸をとにかく因果の中で説明し、合理的な出来事であろうと信じ込もうと努力する、うん、だが私たちを傷つけ損なう邪悪なもののほとんどは一かけらも強化的な要素、こういう意味があるんですよとかっていうその要素もなければ、あなたがここで悪いことしたんでこんな悪いことが起こったんだというようなこともない。それはまるで冗談のように何の目的もなく私たちを傷つける邪悪なものは、うん、味わいのね、まあいいや、とにかく村上さんの言葉今日紹介しますよね。今日もまた紹介しましょうね。今日多くの場所で閉じた世界がだんだん強くなってきていますよ。原理主義、カルト。でも閉じた世界は武力では壊せませんよ。壊してもシステム自体は残ります。理念は残り場所を移すだけです。成し得るベストのことはただ語ってみせるだけのことです。開かれた世界の良いところを。ちょっと難しいな。でもおっしゃる通り、はい、確かに、もう一つ言ってみようかな。そうするともうちょっと分かりやすいかな。閉じた世界に入れば何も考えなくて済みますからね。そうね、閉じた世界、教団とか、ある宗教的な原理者がいるところに入るとね、はい、閉じた世界に入れば何も考えなくて済みます。グルや独裁者が何をしたらいいか、何を考えたらいいか教えてくれるんです。簡単で楽で実に誘惑的です。でもそれは罠ですよ。一旦閉じた世界に入ったら逃げられません。ドアは閉じてしまうんです。ああ、もうそれは取材を続けてきた方ならではのコメントですね。でもこれは三枚おろしで私の師匠と同じでしょ。はい、ディッセンシー、オープンマインド、身体感度を上げること。そうですね、あ、そうだ、これもあれだな、内田先生の受け売りだな。受け売り徹夜でいいんですが、このあたりの発言なんかもすごく考えさせられます。この方は短編集の中でちょっと話しましたけどね、カエル君東京を救うという、はい、なんだか童話だかなんだかよくわかんない、タイトルからしてちょっとね不思議ですもんね。そうそうそう、これすごいんですよ。なんか信用金庫かなんかに勤める丸々君がアパートに帰って扉開けたら、なんか人間大のカエル君が待ってて、はい、君に相談があるんだとかって言いながら、カエル君が、でそのカエル君は東京の地下1メートルのところに巨大ミミズがいて、これが間もなく地震を起こそうとしてる、僕は命をかけてこの巨大ミミズと戦うんで、君は横で僕のことを励ましてくれないかっていう、その依頼にカエル君がやってくるという、はい、幻想となんかが入り混じったやつで、で一番最後はカエル君がミミズ君とその戦ってボロボロになって彼に会いに行って、そのだんだん体中が腐り果ててカエル君が彼の前から消えていくというところでおしまいなんですよ。はい、ただそれだけ。それ村上春樹さんの作品。そうです、そうです、カエル君東京を救う。はあ、なんだろうね、何が言いたいんだろう、ね、ちょっともわかんない。ちょっともわかんないって言った方が不思議だな。でこれをね、また私が尊敬する内田達郎大名人が絶賛するんだ。あ、カエル君の話を、この最高だって。こんな物語読んだことある皆さんで、読んだことねえから戸惑ってんだよ先生。起きてて守ってあげるからとか、そういうセンチネルたちのディッセントな振る舞い、礼儀正しい振る舞い、それが実は世界を守ってるんだ。でこのセンチネルたちはどういうことを言いたいのか、それは非常に単純なこと。仕事はきちんと真面目にやりましょうよ。衣食住、これ生活の基本です。しっかりアイロンならアイロン、洗濯もしましょう。それが村上文学のテーマである。
さらに突っ込んでいきましょう、はい、村上春樹この次また明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香菜です。村上春樹という人、日本の出現した作家の中で最も独特の位置を占めてるというかね。だってこの人文壇にいないわけでしょ。文壇っていうのはあるかどうか分かりませんけども、ほとんど外国に行ってらして、日本語で物語を書かれてるという。内田氏は村上氏の文学に関して言います、私たちの平凡な日常そのものが実は宇宙まで広がるような大きなドラマの現場なのだと、そのことを村上氏は言いたいのではないだろうかと、私は感想を書いております。圧巻の論理であると。そしてこの宇宙論的ドラマに巻き込まれるとどうなるか、以下内田氏の論理、はい、異界からの、別世界からの理解不能なメッセージ。まあみんなそうだと思いますが、こう何でもこう説明しようと頑張る。だけども世の中には意味がないというような不幸も起きる。確かにな、はい、意味があるうちはいいんだよな。注射で害たいのはそのワクチンが接種されてインフルエンザにかからないためですというと痛みを通過できるんだけども、うん、その何にもいいことないのに突然体が痛んだり、うん、ということは現実社会では起こりうることなんだけども、そういうことは語らないんで、意味のないことはね。私たちの精神が意味がないということに耐えられないからである、はい、人間は脆いもんだな。こう意味がないと耐えられないんだな、うん、だから私たちはオカルトにすがりつく。それはそのことなんですよっていうね、うん、私たちは自分たちが受けた傷や損害が全く無意味であるという事実を直視できない。だから私たちはシステムの欠陥でもトラウマでも、あるいは水子のたたりなどという、とはいえ、うん、でお付き合いして、その、まあ、その、宿直室で、まあ、警察の方と3人でなんですが、うん、自分の指名手配の写真が気になるもんですから、時々見てると、なんか3人の方がね、似てるとか、そんな生活を、はあ。いや、全然関係ないよ。全然関係ないけど、19、なんだっけ、84。ちょっと比べてみてくれる。つまり、現実の生活の中でそういう不思議な境涯を送った人っているんだよね、うん、まあ今度またチャンスがあったらご披露するね、はい、うん、だけどやっぱりそういう人がやっぱりいるんですね。村上春樹の世界から出てきたような、もちろん私と同世代の方ですよ、はい、そういう時代のあれですからね。この次また明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香菜です。まな板の上、村上春樹氏が載っておりますが、彼の作品をおろすだけの力量はございません。もういわゆるガイダンス、だけで終始しそうでありますが、香菜さん読んでないよね、ねじ巻き鳥。読んでないんです。クロニクル、これがねずっと私引っかかってるんですわ、うん、これ私も知らないんだけどね。でも中身はノモンハン事件、はい、ノモンハン事件を扱ってるらしいんだよね。でこのね、ノモンハン事件を取り上げたっていうのが私ギクッとしたんですな。これはね、実は司馬遼太郎さんっていう人が一番最後に書こうとした歴史小説のテーマなんですよ、はい、でものすごくご苦労なさって、いろんな証言なんかも集めてるんですけど、途中で司馬さん辞めちゃうんですよね、うん、書くのを、ええ、生き残りの方からも証言を集めたり、だからその戦闘を指揮した元関東軍の指揮官にもお会いになったみたい。会えば会うほど司馬さんが心が荒れてきちゃったみたいね、うん、まあいいや。でここでとにかく村上春樹がこのノモンハン事件のことを書いたんですね。司馬遼太郎は書けなかったんだ、うん、このことを捉まえて
内田さんという真ん中に入ってる、その村上春樹を勧める人が言ってるのが、その、司馬太郎と村上春樹は父と子の関係だっていう。というのは、こっから村上さんの話題ですよ。はい。これは私は内田さんの本の中から教えられたことです。村上春樹氏の父も兵士として、中国大陸のどこかで、大日本帝国の兵士として、UFO を釧路に降りるっていうね。UFO を釧路に降りるってもうタイトルからして異様なんだよね。ある幸せな若者がいて、で、決して美人ではないけども、妻がいる。その妻が神戸の震災の後、急に不機嫌になって、口を聞いてくれなくなって、ある夜主人公が家に帰ると、書き置きがあって、女房が消えるのよ。それで、会社のある先輩から頼まれて、釧路に、この品物を届けてくれって箱を渡されて、釧路に行くっていうね。で、箱を渡す。ありがとうございますって、結構可愛らしい釧路の女の子はその箱を受け取って、その中には何が入ってるんですかって主人公が聞くと、女の子はクスクス笑って、あなたよって言うっていうね。それでもしかして物語終わりですか？セックスするんだけど、うまくいかなくて、そこでおしまいっていうね。不可解な。ねえ。案外、性のシーンも、こう、明けっぴろげな描写をされますよね。そう。で、その UFO 釧路に降りるの短編の中でも、その、林の中でセックスしちゃうんだけど、熊が出てくるかもしんないんで、二人とも腰に鈴をつけて、こうやりましたみたいなのを話すんだよね。はあ。僕はその話を聞いて笑えなかったって書いてあるんだけど、まあ俺も笑えなかったんだよね。そこはもう作者と同じ思いで、俺も笑えないなと思って。不思議ですね。でも、これもね、その内田氏みたいな頭のいい人が言わせると、アフターダクエイクって書いてあるから、大地震の後、遠いところで地震が起こって、自分には一切被害はないんだよ。神戸の大震災が起こって。それでも、その地震の後、何かが全部ずれてしまった現代の若者っていう。だから、地震が起こったところの被害だけじゃなくて、なんか人間の決定的なものが損なわれたっていうね。それから、内田氏は別の、村上氏が言ってるんだけども、神戸の震災をもうつくづく思ったのは、地上に価値なんかないんじゃないかと思ったっていうのよ。地震が起これば何階建てのビルを所有していようと、それが財産ではなくて負債になるっていう人間の経済っていうものを見た時に、そのこの世の中で価値があって価値があり続けるものは何一つなくて、全部無価値になってしまう、逃げることができるっていう。それで哲也さんも走ったんですか？そう。さあ皆さんもどんなことを言ってるのかね。私が気になったところですから、はい、皆さん方の村上春樹に傾倒する思いとは違うかもしれませんが、私がぎくりとしたことが村上春樹氏の言です。今、世界の人がどうしてこんなに苦しむかというと、自己表現をしなくてはいけないという脅迫観念があるからですよ。だからみんな苦しいんです。自己表現なんて簡単にできやしないですよ。それは砂漠で塩水を飲むようなもんなんです。飲めば飲むほど喉が渇きます。にもかかわらず、日本というか世界文明というのは自己表現が人間存在にとって不可欠であるということを押し付けているわけですよ。これはね、やっぱちょっとふっとしたね。自分を表現するなんていうのは、砂漠で塩水を飲むようなもんなんですよ。飲めば飲むほど喉が渇きますっていう。なるほど。ねえ。はい、自己表現というのは、苦しいことなんだっていう。つまり、自己なんか表現しない人の方が、人間らしく生きられますよっていう。そら、そうかもしれないなという、村上さんのこの発言は明らかに世界全体に揺さぶりをかけていますよね。
この揺さぶられる読者たちというのが全世界に散らばっているのではないだろうか。時間ギリギリでありますが、もう一つ言ってみましょうね。自らを知りなさい。自分のアイデンティティを確立しなさい。他者との違い、差異を認識しなさい。そして自分のことを正確に、体系的に、客観的に表現しなさい。これは僕はね、呪いだと思います。呪い、うん、自分のことを正確に知らなければならないということは実は呪いなんだっていう。そして村上さんが続けておっしゃってる言葉は、一貫した自己なんかないんです。これは衝撃的な言葉でね、はい、考え込みますね。なんかおっしゃってることがこうあちらの方のような発言をされるんですね。そうだよね。よく散歩の途中ですれ違うおばあちゃんで、必ず挨拶してくれるおばあちゃんが、お元気ですねって声をかけると、なんだか死んでんのか生きてんのか分かりやすいんだよはい先生いってらっしゃいっていう。俺はその宮の坂のばあちゃんの顔がファッとこの村上春樹という人の発言に浮かんだんですが、はい、時間いっぱいになってしまいます、はい、この次また明日のマネータの上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。神の子供は皆踊るなんかは相当引きつけられましたが、はい、腑に落ちないことは事実ですね。腑に落ちない？わからないんだよ。俺東京奇譚集も読んだんだよ。はい。東京奇譚集もなんか怪奇物みたいなやつで、日テレの夏の特番みたいな短編ばっかりで、海で死んだサーファーの幽霊が、はい、ワイキキビーチに出るっていうね。そういうやつを読んだり、それからホモセクシャルの青年に東京の上流階級のご婦人が恋をしたりという、その忌憚ばっかりね、はい、でもね、俺覚えてるな、一本だけね、猿は木から落ちるという前話したやつな。ああありましたね。そう、はい、関西弁の文体で書かれて、おじさんが慌ててて、おー聞いてくれ、えらいこっちゃえらいこっちゃ、おらえらいもん見たんや、絵が目の前にな、猿が落ちてきよったんや、おらな、その光景見てなんて言うていいかわからん、猿もな、俺のをじーっと見て、こういう場合なんて言うのを聞き寄るような目で俺をじーっと見よんねん。せやろ、猿は木から落ちたんや。えらいこっちゃ、俺はまたもう一つえらいもん見たんや。朝散歩しよったらな、犬が棒につまずきよったんや。これを何と言うたらいいんや。犬も棒に当たる。これはおめえ、言うても信用せんやろ、というね。これは見事だと思いました。つまり、人間は形容詞で使っている言葉が形容詞通りに目の前で起きると、それを形容する言葉がなくなってしまうという、目から鱗って言いますが、本当に目から鱗が落ちたら、そのことは目から鱗とはもう言えなくなるという、はい、カモシカのような足とかって褒めてて、本当にカモシカの足だったら、うわって言うっていう、その形容詞と現実のギャップっていうね、これ見事だと思いましたけど、その他にはちょっとね、やっぱり努力は続けております。大江健三郎さんはまたね、学生の頃読んでてもう大きくつまずいた作家さんの一人だったんですけど、で買いましたのは村上春樹インタビュー集、1997年から2009年まで彼が、世界から集まったインタビューアーに彼が答えてるんです。それを一冊にまとめたというね、はい、私がテキストとしましたのは、夢見るために毎朝僕は目覚めるのですという非常に長いインタビュー集であります。とにかく村上とは何者なのだろう、この人物が気になって、ならず、エッセイを読むつもりで、インタビュー集を買い求めた、はい、村上さんのこの気になる言葉を私が書いているんですが、どういう人なんだろうなって。よし、明日からちょっと長期にわたりますが、はい、村上春樹研究しましょう。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香菜です。僕は村上春樹さんの、とにかく彼が書いたオリジナル、どの主人公にもそれほどね、感情移入はしてない自分がいるんですよ。それがいつも不思議だなぁと思って。感情移入できないんだよね。できないんですかね。感情移入できないと物語は面白くないんだけど、でも読んじゃうんですよ。読むことは事実だね。なんだろうな、あの話なんでしょうか ね、 ね、もう本当に短い短編で読みやすいんだけど、なんなんだろうね、UFO 釧路に降りるっていうね、
UFO 釧路に降りるってもうタイトルからして異様なんだよね。ほうほう。ある幸せな若者がいて、で、決して美人ではないけども、妻がいる。その妻が神戸の震災の後、急に不機嫌になって、口を聞いてくれなくなって、ある夜主人公が家に帰ると書き置きがあって、女房が消えるのよ。はい。それで、その、会社のある先輩から頼まれて、釧路に、この品物を届けてくれって箱を渡されて、釧路に行くっていうね、うんうん、で箱を渡す ありがとうございますって結構可愛らしい釧路の女の子はその箱を受け取ってその中には何が入ってるんですかって主人公が聞くと女の子はクスクス笑ってあなたよって言うっていうねそれでもしかして物語終わりですかセックスするんだけどうまくいかなくて、うんうん、そこでおしまいっていうね不可解な、ねうん、案外性のシーンも、こう、明けっ広げな描写をされますよね。うん、そうそうそう。で、その UFO 釧路に降りるの短編の中でも、その、林の中でセックスしちゃうんだけど、うん、熊が出てくるかもしんないんで、二人とも腰に鈴をつけて、こうやりましたみたいなのを話すんだよね。はぁ。僕はその話を聞いて、笑えなかったって書いてあるんだけど、まあ俺も笑えなかったんだよね。そこはもう作者と同じ思いで、俺も笑えないなと思って。不思議ですね。でもこれもね、その打ち出しみたいな頭のいい人が言わせると、アフターダクエイクって書いてあるから、うんうん、大地震の後、遠いところで地震が起こって、自分には一切被害はないんだよ。神戸の大震災が起こって。うんうん、それでも、その地震の後、何かが全部ずれてしまった現代の若者っていう。だから、地震が起こったところの被害だけじゃなくて、なんか人間の決定的なものが損なわれたっていうね。それから、内田氏は別の、内田氏は村上氏が言ってるんだけども、神戸の震災をもうつくづく思ったのは、